どうも皆さん、お久しぶりでございます。鈴木でございます。最初にちょっと申し上げたいんですけども、衣装忘れまして私服でございます。はい、ここだけちょっと、ごめんなさい。で、今日なんですけれども、ちょっとね、緊張してるんですよ。なんでかというと、今回僕一人じゃない、なんと女性でございます。全然違うでしょ。なんででしょ。いつもと違うでしょ。俺結構これ頑張ってんだよ、これでも頑張ってるんですか。今日のバトル会場こちらでございます。石神井公園駅から徒歩1分ですね。ロックハウスさん、じゃあラーメンの芳醇白味噌、お話聞いたら、あっさりしてるんだけどコクがあるみたいな。カレーとか激辛とかもある。ちょっと幅広いんですね。はい、それでは早速、僕がコント前から熱望してたコラボでございます。はい、では早速お越しいただきましょう。本日のお相手はこちらの方です。お願いします。自己紹介をお願いします。一般人のわさこです。初めてこうコラボさせていただくんですけど、私は何も残せないと思うんですけど、よろしくお願いします。ツイッターでずっと気になってたんですよ。大食いの方と近しい距離にいらっしゃるんですよ。ドラポ君ですとか、 あとあのガチバトルでガジさんとか、それこそもっと言うと僕の敬愛してやまないジャスさん、ジャスティスコナカさんとかいらっしゃるんですけど、そうも結構会いたいっていう気持ちで、もういろんな人と出会えてるって感じです。いろんな人とのつながりのおかげなんですけど。ちょっと聞いていいですか。なんで3人ですか。動画も結構顔隠してるんですよ。なんで。いや、ミステリアスの方がいいかなっていう。意外とシンプル。ちなみにこのミステリアスにね、はめられた一人でございます、はい、ただ、今回これだけでございません。やってまいりました、ワック鈴木。はい、はい、今までは猫の皮をかぶってましたが、なんとわさこさんだけじゃないんですよ。じゃあこの人です、どうぞ。待って、俺出んの。坂本さん、自己紹介よ。すみません、新潟県からわざわざ4時間かけて車で来た坂本と申します。よろしくお願いします。まず僕司会進行しません、全部この方やります正直言うと僕もうカメラとかどうでもいいですよ。じゃあわさこさんとコラボっていう名の僕の中でデートだと思ってる気持ち悪かったら気持ち悪って言ってください。ごめんなさい、そんなことない、大丈夫。その上は俺が気持ち悪さでいけば大丈夫というわけで今回来たいと思いますんで、はい、そう、おじさんいるんだからなんかしないとと。激辛のメニューあるんで、サムスさん、サムスさんで激辛食べてるわけ。ただちょっと待って、サムスさん一人で食べるわけにいかないでしょ、やっぱデートなんだから。確かにここいないじゃん、いるからあそこに。おっと、ほら、メッシュおしゃれ感がいるから。イエス、キリスいるから。ダブル V、ここはおでんで、司会はしてもらって、俺は楽をして、プラスあそこは激辛で振動もするっていうスペシャル回でございます。スペシャルすぎるだろ。マジのアベルバってるんですけど、大丈夫ですか。いいっすか。オッケーです。あー、だっす。お二人の、レッツデート。事故だぞ、事故。はい、それではわさこさん、はい、来ました、はい、こちらがロクハウスさんの味噌ラーメンで、僕のが10人前で、わさこさんのが5人前、はい、はい、この倍でございます。すごい量ですけどね、どちらも。このデカ盛り味噌ラーメンでおデートしたいと思います。デートは崩れるな思います、はい、じゃあ早速いただきますか。はい、よろしくお願いします。はい、せーの、いただきます。いただきます。はい、それではここからはサノッチにまた待たせてますんで、司会進行よろしくお願いします。はい、無茶ぶりだな。天の声は全部サノッチさんですから。お、じゃあ僕は黙りますね。さあ、まずですね、皆さんもう見えてると思いますが、この黄金輝くね、この具材の、このチャーシュー見てください。これ、おっと、どうですか味は。これやばい。風水の味どうですか。これやばい、やばいっすよ、やばい。いや、まずね、ほんとこの店中にね、すごいいい匂いがしてるんですよ。これね、すっきりしてるけどコクがあるっていうのは分かりますよ。そうなんですよ、おいしい。あ、これね、このわさこさんおすすめってこれ言っちゃっていいんですか。わさこさんおすすめのこのわかめも合うわ。あ、これ分かるわ。やっぱ味噌はやっぱわかめだなって思います。これちょっと追いわかめ欲しいな、俺。わかります、わかります。ね。追いわかめ。追いわかめ。後ほどちょっと。はい。まあちょっとこのデカ盛りをね、食べながらちょっと、
僕がすごい聞きたいことがいっぱいあるので、和佐子さんちょっとずつちょっと、はい、食べながらちょっと申し訳ないんですけども、いえいえ、よろしくお願いします。まず YouTube やられてるじゃないですか、うんうん、YouTube やられるきっかけってなんですか？あ、それは本当に顔出し NG 感がやっぱすごい正直あったんで、うん、すげえ意外だったんですよ。顔出しはまあちょっと NG っていうか恥ずかしいのもあるし、あんまりこう人見知りなのもあるしで隠してるんですけど、まあ、きっかけはそのジャスさんなんですよ。に本当に 2,3 年出会ったのが4年前ぐらいで、でその頃にあなたはやった方がいいって言われて、やっぱその恥ずかしさとかまあその踏ん切りがつかなかったので、まあどうしようどうしようってなったんですけど、まあ、思い切ってっていうのが今回始めたきっかけです。へえ、そのじゃあ雅子さんにとってジャスさんってどういう存在なんですか？もう神様ですよ。おお、うん、ミートゥーミートゥーでした。もともとツイッターはやってたんですけど、その会いたいがために個人的に別のツイッターのアカウントを作って、そこでアプローチかけてオフ会に参加したっていうのがその会う初めのきっかけで。やっぱり動画ですか？ブログ？動画見てて、ブログも見てたんですけど、動画でその募集してたっていうか、オフ会の、はいはい、もう連絡もせず飛び込んでって、でそこで初めて会って一緒にご飯食べてみたいなのがきっかけです。あれなんですよ、結構かなり昔からデカ盛りのね、はい、とかをフューチャーしてやってるんですよね、うんうん、あとなんか変な場所とか変な看板とか変な場所、はい、ちょっと本当に東京刺激クラブって名前そのままなんですよ。うん、あ、それがジャスさん。ジャスさん、いろいろやれてるんですけど、一番見る、ちょっと概要欄のちょっと貼らせていただいて、はい、チェックしてください。どういうところに見る感じなんですか？もうトークの面白さと、やっぱりね、そうっすよね、すごいこう声を変えてやってるのもミステリアスな感じだし、やっぱ本当に話上手、聞き上手で、相談とかも結構寄せられてて、それを聞くのも面白いし、でグルメのレポも面白いし、もうね、鬼のようにポンコツなんですよ。グルメのレポがマジで。エビのやつ食べたらエビってるって言うんですよ。それエビやん。トンコツったらトンコツってるって。トンコツってる。まんま。で、食べログ見てないって言って、そうやって見た感じの言うんですよ。なんとかログでとか。はい、本当にこういう世界なんですけど、うん、ハマる人はどこでもハマるタイプだと思うんですよ。あ、で特にこうマックスさんも雅子さんもすごいこう惹かれたという、うん、大好きです。先ほど人生相談とか寄せられて、はいはい、ガチなんですよね。ガチです、ガチです、ガチガチのガチの人生相談とか普通に来るけど、うん、何がすごいってそれをすげえ裁くっていうか、うん、うまくこうなんていうんですかね、アドバイスするんですよ、うん、誰につくわけでもない、うん、偏りのない人間で、でそのアドバイスを聞くと、おおみたいな、うん、多分ですよ、僕個人的な考えだけど、あの方相当いろんな経験されてると思うんですよ、人生、うんうん、そんな感じしますよね。すごい経験豊富な方がもうアドバイスしてくれてるっていう感じです。ちなみに多分ドラゴ君の動画の師匠ですよね。そうです、そうです、ね、ドラゴさんの師匠。そうなんですよ、もうマジなんですよ、てかむしろちょっとドラゴ君も交えて話したいぐらいの。あ、これもし雅子さんとのコラボ第2回あったらドラゴ君もちょっといてほしいっていうか、もうジャスさんちょっと見てから会いたいですよ、の代表のワイさんに。ワイさんお願いします。おごりますちょっと下がってて、その東京刺激クラブのジャスさんとコラボしてっていう結構マジな熱、うんうん、行きますか。じゃあまたお願いします。チャーシューが熱いですね、うん、すごいな。相当もっといろいろジャスさんについてちょっと僕は話したいことが、はい、まあまあ今回はまああれですけど、ちょっとおいおい分かりました。知ったきっかけは何ですか？ YouTube ですね。あー、 YouTube に出て、なんか大食いとかデカ盛り調べると、昔って今ほど YouTuber いなかったから、うん、デカ盛り大食いのそれこそ本当ジャスさんとか、僕だとドラゴ君なんですよ、うんうん、入りが、うんうん、なるほど。で、その見てて最初赤い人形がなんかサングラスが動いてるっていう謎すぎるワールドがあるんですけど、あのね、なんせんだろうな、
なんかね、ラーメン二郎みたいな感じです。なんか3回目ぐらいから謎にはまりだすっていう、めっちゃ癖になるみたいな。そう、もうあそこにしかない世界があるんですよ。そうですね、最初はなんだこれみたいな思うんですよ、うん、結構こう、うん、ワールド強いですよね。でもハマるともう止まんないですよ。その動画を見てハマりだして、気づいたらもう目を皿のようにして過去の動画とかも掘り下げて。でもね、何が悲しいってね、回数があまりつかないですよ。あ、むちゃくちゃ面白いのに。じゃあ癖になるけど、そこまでこう、あの多くの人に刺さるものではないみたいな。刺さるものではないですね。僕も正直初めて伺って、うん、いや、もっと伸びるはずだし、見てもうおかしくない面白い内容なんですけど、はい、ちなみに朝子さんはそのジェスさんと愛されたのが出てた時ぐらい前ですか？そう、4年前ぐらいです。でそこからずっとこう大食いをやってらっしゃる。大食いをやってらっしゃる朝子さんが？あ、でですです。あ、私がですか？私はそうですね、その頃ぐらいからこういろいろ食べるようになったかなって感じです。ロックハウスさんとこうよく、まあ、食べに来られる方の結構うまいね、持ってるからねあのずっとジェスさんの話するから、うつしてる感じだねジャスさん、ジャスさん、あ、俺ずっとジェスさんとジャです、ジャジャスさん。最初ロックハウスさんと あの関係というかすごはできて、やっぱこう地元なので、その新しいお店ができたってなって行って、うん、で美味しくて、まあ、弟がいるんですけど、はい、弟も連れてきたりして、ちょっと家族ぐるみで、まあ、そうですね。言っちゃっていいんですか地元って？あ、うん、まあこの辺はよく動画もよく出してるんで。あ、まあ、確かにぶっちゃけそうですよねバレてると思いますまあよかったよかった。ロックハウスさんってずっとてかこういう大盛りデカ盛りのメニューっていうのは前からやってらっしゃる。いや、自分が店出した時はやりたかった。デカ盛りをやりたくて、はいはい、ちょこっと僕、二郎とかでもバイトしたから。あ、そうなんですか。ご主人、二郎系のバイトしたんですか？へぇ、でも、二郎系の一番やですけど、そこでもちょこっとバイトさせてもらって、うんうん、で、こういう若者とかーっていうのをやりたかったんです。はいはいはい。そしたら、若者さん見つけちゃいました。あ、なるほど。じゃあ、わさこさんおじさんすごいか。あ、わさこさんがきっかけでこういうデカ盛りのメニューを、まあ、やられるようにというか。メガジャンプはいつでもあるんですか？メガジャンプはいつでもあるんです。でも、あっちのギガの人はちょっと予約です。予約してすれば食べれるので、はい、まさこさんが食べてらっしゃるものは、まあ、いつでも。そうです。ただあのマックさんが食べてらっしゃるものに関しては、まあ、事前に予約をして。予約する人いますまずいないです。これを見てチャレンジされる方がいるかもしれないから食べ応えすごいですよ。あのね、マジで超うまいっす。ニンニクも合うし。あ、そう、今ニンニク入れてらっしゃいました。合いますね。うまいっす。チャーシューもやばいっすね。美味しいんですよ。やばい。紅生姜も合います。紅生姜も、紅生姜もですか？あります、あります。ここに入れよう、いいですか？入れちゃいます。本当か、紅生姜が。ちょっといただきます。こちらは、すみません、すみません。わかめ、さっきマックスさん、わかめ、追いわかめしたらおっしゃったじゃん。わかめとラーメン、こういう、僕全然イメージですから。あなた一回食べた方がいいかもしれない。殺しがなんてね、じいちゃん損してますよこれ味噌の感じに合うんですよ。じゃあ後ですよ。これスープとかも追いできるんですか？やりますよ。おなこさん、もしあれだったらスープ。あ、でも全然大丈夫ですか？美味しいです。まあ、ちょっとあの物撮りだなんだってちょっとね、あれでちょっとスープかなり吸っちゃって。そうですよね。ほんとちょっとごめんなさい、ほんとに。いや全然、もう逆に濃厚な混ぜそばみたいになって、これはこれで大好きです。何ですか？何、ちょっとデートしてんだよ。デートです。あ、デートだ。はい。しかもあの、はい、司会進行は佐野さんでお願いしますって言ったけど、話始めるからもうどう入っていいか分かんないみたいな。俺いつ言おうかと思ったんだけど、で佐野さんですって振ってから、あのぶった切り方ね。そう。いや、だから途中で一回繋いで、その後ちょっとのちさんに振ろうかなって僕考えてます。俺じゃあ笑けてきたからね。じゃあもうあの激辛どうすか？
まあ、ワイさんとノッチさんに。あ、ぜひぜひ。食べきれるんですか、大丈夫なんですか。僕ちょっと後で食べるんで、先に2人でちょっとこちらやっていただいてちょっとフェードインしていただいて、ちょっとあの、わさこさんちょっともちょっとお話絡めながらね、行きましょうね、これね、はい、はい、ちょっと視聴者の方は分かりづらいかもしれないですけど、ちょっと侍の裏企画ということで、佐野内さんと、牛丼さん、佐野内さんと、サムライティング代表のワイさんで激辛対決を恥でチラッとやるとなんかよくわかんないです。企画ちょっとじゃあ、ご主人ちょっと長くしてよろしくお願いします、はい、ちょっと僕開けますか、はい、この隙で作ってください。やめた。僕が全力で手をこう、肩の力を抜くために、はい、無理やり召喚しました、まあ、もちろんそちらでさせるという普通にちょっとデカ盛りデートなんで今日は本当すいません、ちょっとプライベートなのとすいません、ごめんなさい。本当にうまいですね。美味しいんですよ。これ火の打ち所ないかも。うん。これ醤油も食べたことあるんですか。醤油もあります。でもやっぱり味噌の方がいいですかね。つけ麺よりも醤油よりも、うん、カレーよりも、カレーも、カレーはカレーで結構ちょっと辛くてスパイシーな感じで、もう全然別物なんですよ。お、そうなんですか。はい。なのでそれはそれでいいと思います。でもやっぱこの白味噌っていうのが珍しいのもそうだし、麹っていうのも珍しいと思います。確かにそうですね。うん、確かに。これめっちゃうまくないですか。優しい甘さだからちょっとピリッとしたぐらいの甘辛がいいですよね。もうプロっすね。いや、そんなことないですよ。マジで。全然全然。そんな本物のプロに言われたら困ります。僕、量いっぱい食べるだけしかできないですから。いやいやいや、プロじゃないですか。かー、もう共通なんだな、ジャスさんファンっていうのは。いや、惹かれる何かがありますよね。本当くせんだよ。 YouTube 上げる前はやっぱニコニコ動画でやられてたんですけど、ジャスさん。あ、そうなんですか、はい、だから私そっからずっと見てて、そっからまあいろいろあって YouTube にも上げたりしてる感じで。あ、そういう感じなんだ。まだまだですね。勉強させてください。教えてください。いや、すごい。教えられるものじゃないですけど。純粋に勉強になる。めっちゃうまい。めっちゃうまい。今大丈夫です。ちょうどいい。ちょっと質問なんですけど、最近白味噌、芳醇白味噌ってなんかこってりなんですか、あっさりなんですか。こっさりです。こっさりです。こっさりです。こっさり。わかんない。食べてないのに。まあ俺も食べたことある。ああ、なるほど。あ、わしさんも食べたことない。これはこっさりだと思います。うん、こっさり本当にうまい。あのマックスさんもあさこさんもいろいろなんか調味料つけてます。いろいろつけてますけど、結構いろいろ使います。味変の種類が家系ラーメン以上にいっぱいあって。今僕ニンニクと辛味噌なのかな、これは。ニンニクと辛味噌。っぽいの入れてるんですけど、もう恐ろしいまでにうまいっすよ。ちなみにわさこさんのおすすめのトッピングとかありますか。トッピングですか。はい、トッピングだと、わかめとメンマ。わかめとメンマですかね。味玉も本当になんか飲めます。飲めます。柔らかすぎて飲めます。大食い発言ね。大食い発言。一般ピープル飲めるかな。あ、飲めます、飲めます。ほら、すごい、トロトロだ。飲めるんですよ。これやばいでしょ。ワンちゃんが吸ってきてるから。トロトロっすね。これ君だけ卵かけご飯の君だよ。うわぁ、うまぁ。これうまいっすね。美味しいですよ、本当に。じゃあ、激辛できました。おっ、企画が、企画の激辛味噌ラーメン。大丈夫。激辛味噌ラーメン。おお。食べれちゃうんですよね。優しさで。はい。まあ奥のガラのある二人が今から激辛するということですが、
辛さっていうこれ辛さは2倍です2倍2倍なるほどなるほどで、あのタイの唐辛子がきますからねこれかじるとこういいかこれわざわざタイまで行ってもらいに行ってるんですよあーそれやばそうっすねいや本当のタイのやつだからあーそれやばいかもしれないですねじゃあ鈴木さん先に行ってきますね行ってらっしゃい行きます先にいただきます2倍っすよね2倍ですまあ言うても2倍っすからずっと見てるいただきますあれどっちのリアクションなのか分かんねえんだよな先に言っときますけど僕は吸う勇気がないですえぇ、ー、高そう吸えないと思います絶対ちょっと野木さん今なんか訴えたそうな顔一口目の音で急にガーッてくるじゃないですか急にこんなガーッてくる痛いな顔顔まだまだ早いっしょ早いっすいやでも半分で少ないですからうまいうまい、うん、5人前誰もが予想しなかった展開まさこさんが一番最初食べ終わってまさかのここから司会をやってくれるんでしょうかおっと急な無茶ぶりあのねまさこさんの僕の萌えポイントの一つ、はい、萌えポイントですね声何ですかどす黒い声ですけどでもあのその飾ってないというかちょっと、わざわざめちゃくちゃ急な気持ちだった一切なかった話ではございませんゲストに司会を振るという大変申し訳ございませんちょっと今、まあ、マックスさんもそうですけどちょっと後ろで柄の悪い二人が激辛を黙々と食べてるすごいカオスな絵になってる挟まれてますお手数ですけどMC をお願いしてよろしいですかMC ですか何も喋れることがないですちなみにわさこさんはあの激辛メニューっていうのはチャレンジャーもんなさんいや、もうしたことないです辛いのはちょっと苦手なのであ、そうなんですか怖くてチャレンジしたことないですじゃあ、普段というか、まあ、こう動画に出されてるときは、まあ、チャレンジメニューとか、まあ、大盛りデカ盛りまあそうですね、普通の大盛りかデカ盛りみたいなのが多いですね結構辛いのはあんまり得意ちょっと苦手です、まあ、何見せてんねんなんてさまあ、いつもさ、こんな感じなのでも、結構辛そうな感じですねでも、サマスさんの食べ方がやっぱりファイターさんの食べ方なんですよねすすらず、ガーン、そのきれいにで、Y さんも、Y さんはファイターさんではないんですけど、うん、すごい大食いのファンで、うん、いろんな動画見られてる方なんでやっぱ上手ですよね上手ですね手が痛い手が痛いですよねあ、でも匂いがしますね、結構辛いのはお得意ですか僕ここ2、3ヶ月で大覚醒を引き起こしましておぉもう D クラスだったんですけど今 S クラスだと思ってたので飛び抜けてレベルアップしましたねでも本当にぶっちゃけ自信がありますよ本当ですか激辛というものに対して、うん、以前見た時はその激辛のあるミセイさんはい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 、うん、おしんちゃんとやったやつあそこで食べてましたよね、でも見てきましたまさこさんに見てもらったんですよ嬉しいっすね、うん、どうリアクションしろ素手嬉しそうなんだよ素手出てるんですよね、今日ちょっと複雑ですね複雑でも本当に激辛はいけるんですよ、今うん結構変わるんですけど、うん、いける時といける時あるんですけど、まあ、それはありません今は全然いける、うん、はいはいまさこさん、休みの日何やってるおい何聞いとんや休みの日は答えるんや休みの日はだいたい寝てるかゲームをするか最近行ってないけど映画見たりとかもう本当に普通のことですどんな映画はホラー以外はいろいろ見ますあと気になったタイトルと作品とかあと予告であこれは面白そうって思ってそのを見に行く感じですね。
僕みたいなタイプどうですか。急にストレート行くな。我慢できない。手前で2人が緩い顔してる中で僕ですげえ戦いやってんだから本当にたまに処理下げてあげて。でも言っても佐野さんもおるからな。あーあの Y さんの表情はガチだな。これ確認したいです。スープは、いやまあ和佐子さん飲みましたけど飲みましたですよね。乙女になっちゃったちなみにこのご主人、この激辛のラーメンっていうのはもう普通のメニューとして存在する。普通のメニューとして存在して2倍、3倍とかありますけど、今回は2倍。2倍、はい、かさ、この上もあるんですか。はい、この上もあるんですか。そう、昨日ね、7倍っていうのを。はぁ、え、女性で7倍。はぁ、すごい。それが記録ですね。なるほど。一般の方ですか。一般の女性です、ね、うわ。じゃあもう俺8倍いかないと最高値出しちゃった最高値。ちなみに今までの最高記録っていうのがその女性ですか。7倍ですね。記録これ倍になると、はい、何が合う下ね何が増えるんですか。あの唐辛子です。唐辛子、うん、スープがドロドロになったりとかではなく、ドロドロにはやっぱなってきちゃうんで、その昨日の女性はその前は6倍食ったんですよ。おー、だからどん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 上げてって、じゃあ昨日は7倍で、今度来たら8倍お願いしますって、うん、じゃあ8じゃ負けちゃいますよ。10いこう。10いこう。対抗心すげえ出すお前、わさこちゃんが言うなら頑張れその方、スープ飲まれたんですか。スープ半分まで、少し飲ましてました、ね。うん、でも半分までいかれたんですね。僕あまりこう、そこまでフードファイトに詳しくはないんですけど、激辛のラーメン、スープが結構強敵やったりするから辛いと思いますよ、やっぱり。え、ちなみに辛いと苦いどっちですか今。まだ辛いです。ああ、じゃあ今までのタイプとはちょっと違います。うん、なんかその視聴者の方はちょっと分からないかと思いましたけど、辛さにはなんかレベルがあるらしくて、辛いから痛いになって痛いの先に苦いがあるらしいです。苦いか、苦いはまだ。ということはミシェさんのチンギネスは苦い。ああ、もうガチガチじゃないですか。ガチですね。スコビル、ああ、そうです、そうです。スコビル、辛さの単位があるらしくて、うん、前回山椒系だったじゃないですか、うんうんうん、またちょっとジャンル違いますね、これ、うんうん、唐辛子、タイの唐辛子なんですもんね。タイ、あの一本のやつはそのタイの唐辛子で、あとはあの、全部で6種類の唐辛子かなりブレンドされて、うん、だけどね、本当に旨味もちゃんとあるから、うん、食べやすいは食べやすい、うん、ちょっとこう、目にその2人ともティッシュ食べれたの。いやでもね、食べれてるっていうことはね、うんうん、ことなんですよ。なるほど。やっぱりまあ、8来たら9行くけどねでもさ、あの本当にもう負けず嫌いなんですよ。俺絶対10行くからな俺、和佐子さんに約束したんだ、10 15 オークションじゃねえかオークションじゃねえか。ちなみに、いくつまでできるんですか。いや、いつでもやりますよ。あの、そのぐらいスープがね、ドロドロになっていっちゃうからね。うん、混ぜそばみたいになりそうですね。まあ、某激辛ラーメン屋さんもそうなってますからね。あ、はい、何倍といけば、はい、しょうがないんだと思います。うん、あれ南極じゃない方ね。はい、あ、南極じゃない方、もう言うとるから北の方ね、言うとる。それすごい話しかないです。麻子さんが今後こう挑戦していきたいことだったり、今やってらっしゃる時とかで、挑戦していきたいこと、ま、うん、それで言ったら激辛は食べれるようになってみたいのはありますけど、もうすぐお腹壊すんですよでもあれですか、バクさん今ので激辛ペットできるじゃん。わざこさんさえよろしければ僕わざこさんに無茶ぶりできない私すぐダウンすると思いますよ。でも財布残ったの小型バスじゃない頼もしいカメラマンすげえカメラマン。ちなみに過去食べたデカ盛りで印象的だったデカ盛りとかあります？印象的だったのか。そもそもその辛いの以外で苦手とかってあるんですか？あ、食べ物、食材で言えばいろいろ結構苦手なものあって。なんの？来たい来たい来たい。なんか、まあ、キュウリ。キュウリ？めっちゃピンポイントじゃないですか。キュウリとか、なんかちょっと青臭い野菜？青臭い野菜いいんですか。野菜ダメですか。
あ、でも野菜は食べれますけど、まあ、きゅうりもそうだし、あとはパクチーとか、あ、香草、うん、香りが強いのとか、セロリとかは苦手です。逆にじゃあ好きなものは、あ、ご飯と魚ですね。僕ね、はい、わさわさのツイッターを結構追っかけてるんですけど、はいはいはい、あ、なんか白子さばいたりしてませんか。あ、白子とかなんか珍味とかは結構買ってきて家で下処理したりして食べるっていうのは。自分もご自身でやられるんですよ。すげえ。白子って相当特殊じゃないですか。干し柿やんかって思いました、これ。いや、もう足元にも及ばないですけど。だってあの、ワイさんもサムさん、こっちでめちゃくちゃ緩い会話してる中で、すごいしんどそうな顔されてらっしゃる。浮いてる唐辛子がいっぱいあるんですけど、はい、喉に張り付くんですよ。なるほど。あ、で、そこでピリピリピリみたいな。でも結構、二人ともかなり減ってきましたね。具は全部。おー。あと、唐辛子2本だけ残して。目がうつろですけど、大丈夫ですか。これでも、あそこに、あそこの人何食べてない、そう、あの、この人ね、激辛苦手なんですよね。人参、人参、あ、人参、見た目人参、あ、人参、一本食べてみる、え、人参一本食べてみない、それ、いわゆるラスボスじゃないですか。可愛いですよね、可愛い、可愛いですよね、わさこさん、可愛い、わさこさん、可愛いの食べた方がいいと思います。しかもこれ、アンスタイルですか。いいですか、これね、ちょっとあのカメラあれば、うん、あ、全然一本食べてること、あ、ちょっと鼻が、鼻が動いてる、ちょっと後悔してるね、これね、食べたこと後悔してるね。ほら、だってのっちゃんのリアクションがもうガチだもん。こいつマジで言っちゃう、噛み切るのかと思ったら全部いったの。ああ、なるほど。俺、一言言っていいですか。苦い、あ、苦い、うん、なんかもうご主人、お水いただいていいですか。ごちそうさまでした。ごちそうさまで、行き過ぎだって。行き過ぎ、なんか全部なんかな。これで水飲んでさらに痛くなるんですよ。あ、水はベロが敏感になるから本当だよ。レモンがいいって聞きますよ。辛いものってなんか酸っぱいとなんか中和されるらしいです。へえ。それもっと早く言ってもらっていいレモン、ポッカレモン飲んだ方がいいと思います。お酢じゃない。あ、お酢飲んだ方がいいかもしれない。あ、なるほど、なるほどね。やべ、あ、これやばいね。タイからね、タイって書くあの全部が、ね、やっ痛い、全部痛い。でも苦いのは多分本物の証拠です。でこれ2倍ですもんね。そうです。うわ、これ何ていう唐辛子なんですか。いや、ちょっと謎の唐辛子わかんないですけど、あのでも高級レストランのサラユストラタン、へぇ、タイのすごいホテルのすごいことになってる。なんか火を吹いてる絵がこう見えそうな。ちょっと痛い。いや、熱いよ多分。今日行こうまでしないでしょうね。余裕がまでしないでしょうね。すごいな、こっちだ。ね。スーパーがやばい。鈴木さんもう終盤ですか、ラーメンは。うん。あ、ちょっとお腹いっぱいになってきましたね。ちょっとお腹いっぱいなんですか。だいぶ、はい。あと1人前ぐらいですか。あと、いや、3人前ぐらい残ってる。結構量ありました、これは。やべ、これはやばい。レモン買ってきま、レモン買ってきましょうか。レモン買ってきま、意外でこれ食べれたらすごいですね、2人とも。いや、もう、もう今プースまで飲み切ろうと思って頑張ってんだから。すごいすごい。いや、これあの喋れない喋れない。さっきあの佐野さんのワイさんのすごい涼しい顔されてるんですけど、すごいっすよこれ、すごいっすよ。やっぱ物食べるよりスープの方が辛いんでしょ。スープと、いや、物の方が辛いかもしれない。やっぱりいけないよ、すごいっすね。唐辛子を食べるというのはすごい、うん、あ、でもちょっと復活してきてる。一
今一生懸命別のこと考えます。口元に集中すると爆発しますね。今度ちょっとアウトレット行って佐野っちスニーカーを買うやりません？スニーカー欲しい。スニーカーを買う。でも今も十分おしゃれなあざすスニーカーですね。僕も買い物するんでその時ちゃんと時計、はい、今ちっちゃい声で佐野さんが時計時計あ、OK ですね。えマジで俺も時計欲しくて時計俺ウブロの、うん、なんだっけな、めちゃくちゃ有名な高いブランドじゃないですか。ウニコ、あ、ウニコ、ウニコブラックマジックって言ったの。あ、かっこいいですよね。かっこいい。あれがマジで欲しくてで中古だと150、60ぐらいなんですよ。あ、中古で230ぐらいですよね。はい、死んで、ね、それもすごい欲しいんですよね。今俺第2弾来て喋る。第2弾せっかくなんで何か欲しいもの、ちょっとカメラの前で欲しいもの皆様にクリスマスプレゼント。僕は、うん、ウブロです。ガチ、ガチガチじゃないですか。ガチです。私は猫グッズですね。うわーかわいい。集めてます。かわいい。僕はもうこれです。ちょっとチラチラと。あー何ですか。ポリちゃん何してんの。食べようとしてますよね。なんか鬼の上に口が臭い人みたいになってる。あんた換気扇の前でみたいな。あ、これ見てる。口開けて鬼のように口が臭い人みたいな。熱をなんか逃がそうとしてる。餃子食べ過ぎたなんか亭主みたいな。第2波でも汗出てもらえない。確かに。え、Y さんちなみに一番欲しいものなんですか。その人も聞いてみたいですね。お金を抜きにして純粋に欲しいもの。強くないですよね。おなんだろう、本当にないかもしれないですね。時間とかっこいいこと言っちゃう。時間欲しいっすよ。かっこいいですね。時間は普通に欲しいですけど、強くなんもないんですよね。自分がもう一人欲しいみたいな感じですか。それはめちゃくちゃ。ってあそこでめっちゃ金がってる人のやつを普通に食べて普通に喋ってるんですけど。あれえ、ちなみにご主人今一番欲しいものなんですか。いや、欲しいね。やっぱ時計欲しい。お、何の時計ですか。いや、やっぱウブロ欲しいんですよ。おー、違う。ちょっと YouTube で見てます。あ、俺と一緒だ。かっこいいよ。かっこいいですよね。スケルトンのやつとかね。あ、かっこいいですね。かっこいい。最近腕時計に入れちゃう。おしゃれでいいですよね。本当ですか。あ、本当ですか。本当です、本当に。目がマジだって。目がマジだったんですよ。正直言っていい。俺タイプなんだよね。バタバさんのこと。リアクション取りづらいコメント言ってください。分かりきってると思いますけど。あ、これやばいっすわ。よ、ダリラ来るでしょ。これもこれでやばいです。俺さっきから全然しゃべらないよ。マジでこれはやばいです。これね、ネタじゃない。ロッツは食べてないっすよね。食べてないっすよ。食べないと完食にならないっすよ。いや、まだこれはマジでさ、いやマジでなってるんですよ。怖い。あ、食べてる。7杯。これ7杯入れました。食べた2倍で2本だね。食べた方、ほんとすごい。残す方もいるけどね、食べる人もいます、ね。過去のカレーと、あと何やりましたっけ。ミセンと、ミセイさんとカレーと、あと中華街のシシェンと、どれが一番強いですか。一番痛い。痛い。いや、マジで。めちゃくちゃ痛い。痛い。辛い。やばい。ああ怖い。やばい、エキス出てきてる。エキス出てきてる。これは本当、激辛挑戦というか、激辛が好きな方とか、チャレンジ考えてらっしゃる方にはすごい、いいハードルな。だからそのためにわざわざタイマーに。いやー、すごい。この辛さは本当にびっくり。体感しましたけど、ちょっと食べ方考えないとダメかもしれない。ちょっと食べましたよ、全部。ごちそうさまでした。すごいすごいです。のっちさんがもうリアクション取れてないですね。これガチですね。これやばいですね、このエキス。爆発するんですよ。そんなにやばいんだ。撃たれたみたいな。全然引かない。水飲んでいいのかな、これ。ずっと口の中に水入れてないと耐えられない。
やけどしてるみたいな感じですよ。あ、じゃあ俺の時のあの新ギネスと一緒だ。常に口の中にアイス入れてないともう無理。口ですって鼻で息してたよね。息が辛いって感じですよね。吸って冷まして。でも獣医くんですもんね。獣医だね。表情変わったよ。いや、あれ行こうだねやんな。あれ今日デートだもん。辛くどうすんの。この後もあんだからさ。お父さん行かない。おっと君の男気が。あ、でも10行ってくれるって言ってたんだなっていうのは覚えてるんですけど。絶対行きます。余裕で行きます。マスター、そろそろ10の手配をお願いします。唐辛子みたいな頭しやがってよ。行くに決まってんだろ、これも。そうですよ、僕のこの赤色はね、唐辛子の赤ですから。初めて聞いたんですけど、燃える男ですよ、燃える男。俺ちょっと前までマックスの見ると菅原さんにしか見れなくて。何で超似てるんだよ、最近。まずは菅原さん、最近ってか、まあ、赤がめっちゃ似てて。髪も短いですもんね。確かに。この前の大食い王のロケは、あの髪赤い人が4人いたから。俺と山本さんとアンジェラさんと菅原さん。すごい奇抜。そのうちみんな赤髪になってるかもしれない。これ多分これわざわざこれガチですね、多分。周りのリアクションがね、ちょっとね、あのリアクション用のリアクションではないです、これは。あの Y さんの目見て思いました。 あれはガチだ。あとあそこから離れないもん、ウォーターのところから。そう考えるとあの一本を一口でいったゴリちゃんはヤバいってことだ。すごい、いきなりチャンピオンだ。おめでとうございます。そこは肯定するんだ。そこは肯定するんだ。喋れないです、本当に。そんな辛いの食べたことない。これがリアクション取れない素人の限界です。おさこさん、次の回何食べたいですか。次は早速ですか。はい、なんか何でも好きなの言ってください。あ、でも確かに。いや、逆にお好きなものを食べたいです。私は決められば何だっていいよ。本当にすいません、マジで。苦情はゴリちゃんだから。なんで俺の苦情はあのコメント欄にゴリちゃんってね。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、刺身。もっと最初食べでしょ。刺身好きです。なんか合わせました。あ、マジで本当ですか。本当純粋に。魚というかお刺身、美味しいですよね。え、おやこさん、遠征ってありですか。あ、全然ありですか。はい、輝いてる、顔が輝いてる。目が怖い。ちょっとお魚の美味しいところ行きませんか。あ、いいですね。北陸あたり。うんうんうん。それこそここにのちさんがいるから。あ、案内してください。あ、もうぜひ。わ、頼もしい。いい方でとかできる。ガチなんだよな。上越って何月頃まで雪やばいですか。まあ3月になってくれば落ちてくる。あ、寒いの苦手ですか。ちょっと暖かくなった頃。春、はあ、春の美味しいお魚なんですか。春は何ですかね。あれじゃないですか、アジとか。アジ知らないですけど。でもいいですね、アジ。新潟県民だから魚に詳しい。魚あんまり詳しくない。理由はないんですけど、辛すぎて立ってるんですよ。俺もそう。まあ理由はないんですけど、なんで座らないかっていう。いや、前さん、俺めっちゃ気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。じっとしてられない感じですよね、きっと。ガチだ。ガチですね。で、なんかこう、おしゃれな店が前やって、こう落ち着いた店内から全く想像できない、えぐいもの出てきました。そう、美味しい味噌ラーメン、塩味噌ラーメン、白味噌ラーメン食べてみたいなっていう方は面白いですけど、激辛に挑戦してみたいなっていう方にも。さあ、マックスが麺終わりますよ。お、MC 復活。あとちょっとですね、あとスープ。あんな感じの湯で食うんだ、この人は。いや、もうちょっとお腹いっぱいかなと思ったんですけど、10倍食べるってなったら、なんか逆に。マジで食べますよ。食べます、当たり前じゃないですか。大丈夫、行きます、行きます。個人的に別日でもいいっすか。時間が。あ、時間ないの。僕、決戦が決まってる。あ、なるほど、なるほど。
でもあのせっかくあのご主人もここまでやっていただいて、和佐子さんにもかなり前向きにご検討いただいたんで、もしあの皆さんのご予定がよろしかったら3段目なんかデート企画って感じでデート企画なんだけどめちゃくちゃキャラに挑戦するみたいな。うわっていう動画とかでも大丈夫ですか？ちょっと僕のすごい申し訳ないです。とどまる、せっかくなんで、とりあえずごちそうさまです。せっかくなんで、はい、和佐子さんもこうやってせっかく嫌じゃなかったらあの今度激辛をこの男たちが食べるので、あのちょっと司会進行をね、司会進行そっち、なんでかってちょっと僕声が聞きたいんですよね。なんか分かります、分かるっちゃう。すっごいいい声しません？いやいや、なんかもう変声機持ってきます。変声機持ってきます。で、和佐子さんも何かを食べつつ、僕らは激辛ありきの感じで、でもあの、ロカーさんもね、あの天気日あったらロカーさんも一緒にね、一緒に全然関係ないのに巻き込まれてるっていう、なんかそんなのもありなんじゃないかなですね、個人的には思っております。和佐子さんがしたら初の激辛じゃないですか？そうですね、ガンガンガンパガンパります。あ、そうだ、お、駅があった、ケーキいただいたんですよ。そう、あの今回僕のご主人の計らいにより、はい、なんとイブということで、はい、今撮影イブなんですよ。あ、いいんですか？お、なんだこれ、なんだこれ、かわいい、かわいい、ちょっと甘いの今食いたいっすよね。めちゃくちゃ食べたいです。全部可愛いですね。あ、いやいやいや、全然。6人いるからちょうどじゃん。あ、そうだ、ね、ご主人もご主人もやれて、じゃあこの中で一個にこの唐辛子ね、唐辛子刺しちゃいます。あの、クッキー系はティッシュのお皿でいきます。わさこちゃん、好きなやつ。あ、はい、よかった、一つちょうどあるんだよ。あ、はい、わさこちゃん選んだ後はガチのじゃんけん始めるんで、あ、どうぞ、ご主人選んだ後はもう。そうだよ、わさこさん、何いきますか？え、それは私もじゃんけんチャレンジしたいです。侍はレディーファーストの選手だから。いや、そのレディーファースト、レディーがあのじゃんけんしたいって言ってる。じゃあ行きましょう。やった。え、ご主人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 だと。じゃあ僕もじゃんけん。これご主人、次の動画はワンチャンあるんじゃないか、俺。演者として、演者としてお願いいただいたスイーツをかけて、はい、メロじゃんけんですね。はい、最初はどれ、最初はどれ、じゃあ、わさこさん、はい、わさこさんもご主人もじゃんけんでいいってことなので、ここからじゃんけんやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ行きます。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ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 い、勝ち組から先に、勝ち組から先に、じゃあどうぞ、じゃあどうぞ、最初はグーじゃんけんぽい、あらいこでしょう、おいはい、3番で、最初はグーじゃんけんぽい、あらいこでしょう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 、ちょっとちょっとビッグレディーバーストにもなるっていうね。じゃあ1,2,3で、じゃあこっちで、こっちで、どうしよう、じゃあちょっとじゃんけんぽい、よいしょ、じゃあ私はじゃあこれをいただきます。あれ、狙ってんなんすか？何気にすごい楽しいんですけど、クリスマスパーティーしてみたいな気分。はい、主人公行くんだ。ああ、主人公行くんだ。髪の毛の色して取られた。じゃあ僕これで、あー、やっぱり赤入ってるでいっちゃうな。どうぞ、シャレないやん。じゃあ絶対そっちだろって思うと思うんですよね、俺は。これが原型さん、好きな方言ってください。じゃあ、家行きます。いいですか、スノーマン。スノーマン、どうぞ。かわいいですね。はい、じゃあ、皆さん、はい、ありがとうございます。ご主人ありがとうございます。ありがとうございます。いただき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 ます。どうなってんだ。いただきます。まさかの今日一の盛り上がりがケーキのじゃんけんっていう。めちゃくちゃうめえ。
お口に幸せなんだよね。だからすごい幸せ、ね、激辛食べたらこのスイーツは最高ですね。すいません、取れないんですけどこのなんか気合入った薄皮は取れないんですよ、周りのカメラの画角がガリやるのやめてます。あ、すいません、はい。まさかどうですか。まだ食べてない。失礼しました。あ、取れた。それそれそれ、うん、抹茶のやつですね、真ん中フルーツ入ってて美味しい。あ、マックさんのは何ですかね、これ。ジュースなんですか。一口なんだ。これは中にイチゴのチョコが入ってる。それより頭頂部なんかすごいね。なんか今毛が生えてる気がする。生えてないよ。生えてない。気のせい、気のせい、気のせい。いや、あれだから、イエス・キリストはおけけの神様だから。あ、確かに。おけけの神様、美味しい。うん、マジうまいな。サムライティングやっております。あなたもよかったらサムライティングに来てみないか。どういう感じだ。何をどう来るのかわからない。そして来たあなたがまた人を紹介してくる。これがマルチ商法だよ。あんま良くない感じ。あんま良くない感じ。じゃあごちそうさましょう、はい、皆さん、せーの、ごちそうさまでした。ご主人ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこのメンツでの第2回に交互期待。